3時のご褒美、ホットビートカフェ。作る人を幸せに、食べる人を笑顔に、ホクレン。実りある種を育てる北海道クボタ。廃車買取の伊丹車両がお送りします。毎週金曜午後3時に開店するホットビートカフェ。その店のメニューはただ一つ。毎週マスターが道内各地から取り寄せているというこだわりのスイーツ。一週間頑張った自分へのご褒美にはぴったりの店だ。さあ、今日はどんなスイーツをいただけるのだろうか。あ、店の中は涼しいね。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。すっかりね、夏ですな。夏ですね。はい、楽しみましょう。はい、短い夏。さあ、今日のスイーツは何ですか。今日は函館市の焼きピロ、あ、函館市にあります焼きピロシキとボルシチのお店、丸玉小屋の焼きピロシキです。店長の北見さんは千葉出身なんですけれども、25年前に函館に住み始めた時に、市内にあったカチューシャという ロシア料理のお店にで食べたピロシキにとても感動したということで、そしてあと函館は日本で一番最初にロシア領事館が置かれて、ロシアと縁が深い場所だそうです。なるほど。本場のピロシキのお店は喜んでもらえるだろう、やってみようと思ったそうで、2015年4月にオープンされたお店です。はい、丸玉小屋、お店の名前は丸ごと卵が買える場所で、いろんな人の得意の卵が買えるようにという思いが込められております。うん、いい名前ですね。はい、ただいまお持ちします。少々お待ちください。うん、なるほど。でも今回はピロシキなんだ。へえ。どれどれ、メニュー表見てみよう。お店にあるピロシキは常時12種類と期間限定のものが 1、2種類。本州でピロシキといえば揚げてある中華風のパンのようなもの。うんうん、確かにイメージ的にも揚げパンのような感じがしますけどもね。ですが焼く揚げるんじゃないんだ。でお肉や野菜がたくさん詰まったっていうイメージがあるけれども、それだけではなく本場には甘いものもある。へえ、そうなんだ。じゃあ今回は何のピロシキだろう。ピロシキ、丸玉小屋の焼きピロシキ。うん、楽しみだ。お待たせしました。丸玉小屋の焼きピロシキ、塩バターリンゴをご用意しました。ありがとうございます。はい。お、確かにパンピロシキの形をしてますが、ピロシキだと確かに揚げてあるけど、そうですよね、さっくり焼いた感じが、表面に焼き焦げが出ていますね。うん、いいお色です。はい、こちら、はい、本場のロシアやウクライナではですね、うん、ピロシキといえば焼きがほとんど。あ、そうなんですか。はい、で日本に来てピロシキがあると思った本場の方は、うん、買ってみたら揚げてるし、だいたいカレー味だし、うん、驚きもうカレーパンだよね。そうですね、うん、完全にね。なるほど。はい、というそうなんですね。まあ、例えるなら外国でおにぎりが流行ってるから買ってみたら焼きおにぎりだったみたいな感じだそうです。なるほど。はい、で今回新しいものに生まれ変わってるんですね、日本でね。そうなんですよ、カレーパンです。はい、塩バターリンゴの中身はジャムとは違って、あまり煮詰めずリンゴの食感を残しているそうで、う、はい、中身のリンゴは函館のお隣七重町のトトロの里のリンゴをきび砂糖だけで煮て、塩とバターを入れて焼き上げておるということで、はい、もっちりした生地と合わさってデザート感覚で食べれるものとなっております。なるほど。なので今回スイーツとして。そうなんです、ご用意しました。はい、で塩バターリンゴのように甘いピロシキ、もちろんお食事系もお店には置いてあります。うん、一番人気はエゾシカとエゾマイタケの入ったエゾエゾという商品。面白いですね。はい、かわいい名前です。はい、他にもスパイシートマトラムや鮭クリームチーズなどのお食事系も人気だそう で、 うん、はい、で今塩バターリンゴと甘い系は今シベツの美味しいあんこを使ったあんバターなど様々だということです。ですか。はい、侍シベツの。そうなんです。はい、はい、ということで七重のリンゴを使った丸玉小屋の焼きピロシキ、塩バターリンゴ、ご賞味ください。はい、いただきます。あ、持った感じはもちもちですね。はい、ふんわりというよりは。では丸玉小屋の焼きピロシキ、塩バターリンゴ、いただきます。あん、
うん、持った瞬間からリンゴの香りがしました。はい、はい、で生地がもっちもち、うん、揚げてあるサクサク感とは違うふんわりとした柔らかさ。そうですね。でリンゴがゴロゴロ入ってます。はい、はい、リンゴジャムじゃないですね、もうリンゴですね。食感もいいですよね。リンゴをもうなんかさいの目切りにしましたって感じのものがたくさん入ってて、うん、たくさん入ってます、うん、リンゴのスイーツの甘さ、うん、はい、これはお食事というよりはスイーツですね。いいですね、うん、美味しいです、はい、メインの材料オール北海道産です、うん、そのもちもちの生地、うん、実は本場式ではなくて北見さん式、店長の北見さん式でバターや卵は使っていなくてですね、はい、道産小麦粉に七重町のお豆腐屋さんのおからと北斗市のお米屋さんの米粉などを足したもの。あ、そのもちもちかな、はい、そうです。うん、本場の人に嫌がれるかなと思ったらロシア人のお友達が世界で一番美味しいと言ってくれた自慢の生地になってあります、うん、美味しい、はい、で具材なんですけれども、はい、そのエゾシカですとか、うん、まあ、函館のものですし近隣の農家さんから取り寄せた野菜などを使用しているそうで、うん、まあ、そのリンゴの七重町さんですし、はいはい、以前体の大きなロシアからのお父さんと息子さん2人で、はい、まあ、おかわりで売っていたリンゴを全部食べてしまったっていうエピソードがあるほど美味しいリンゴとなっております。うん、リンゴ美味しいです。はい、はい、で七重は日本で一番最初にリンゴを育てた場所だそうで、はい、リンゴ有名ですよね。そうですよね、うん、そこのリンゴを使えることは嬉しいというふうに店長の北見さんがおっしゃっておりましたし、うん、はい、またクリーム函館牛乳だったりともう本当に北海道の素材だらけです。うん、はい、ザ北海道なわけですね。そうなんです、うん、はい、揚げてないっていうのはまたねちょっと新鮮ですね。そうですね、そこもポイントで、またバターや卵を使っていないのでヘルシーになってますし、うん、はい、生地がちょっと薄くなってますし、うん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 、はい、具もたっぷり入ってて、まあ、軽やかだけれどもずっしり詰まっていて満足感があるようにと工夫しているそうで、うん、はい、おにぎりやサンドイッチだと物足りないというそんな食いしん坊さんにもピロシキはおすすめかなっていう。いやでも生地薄いって言っても、まあ、薄いところと厚いところがありまして、うん、だからメリハリあるかも。食べ応えもしっかりありますよ。そうですね、うん、はい、腹持ちも良さそうで、はいはい、ピロシキのコンセプトは軽やかに思いを包むというのと幸せなつまみ食いとなってまして、生産者や作り手の思いがぎっしり詰まったピロシキを軽やかに焼き上げて誰でも気軽にいろんな知恵の詰まった味をつまみ食いできて、なるほど、はい、食べた人が幸せになるというふうに北見さんは願っています。うん、はい、うん、何ですかこの曲は、初めて聞きましたよ。そうなんです、喉かな。この曲はですね、はい、函館焼きピロシキを広めるべく団体を作ったりする中でできた一曲だそうで、うん、お店の BGM も提供してくれているという東京で活動するタコスというバンドの本郷ゆかさんが作った歌で、お店でよくかかっているそうです。オリジナルソングなわけですね。そうなんです。あ、そういうことか、はい、愉快な曲ですね。そうですね、可愛い曲でした。可愛いです、はい、本郷さん含め函館焼きピロシキにはたくさんのファンがいまして、うん、はい、その北見さんのお母様もファンだそうで、85歳のお母様、若い時は甘いものを食べなかったそうなんですけれども、うん、ピロシキはなぜかこの塩バターリンゴしか食べないそうで、うん、今でもたまに差し入れしているそうです。うーん、丸玉屋のピロシキは小さな子供からお年寄りまで片手で簡単にあれこれ食べてもらえるのが売りという。そうですね、そうなんです、片手でね、簡単にね、はい、いろんな人が気軽に食べてみんなの幸福に貢献できたらいいなという気持ちが込められて作られております。いや、美味しかったです。はい、はい、ペロリです。ペロリと食べました。はい、お店の情報です。函館市元町 2-3 ヨハネ教会のすぐそばです。営業時間は午前11時から午後6時で、定休日は火曜日と水曜日になっております。はい、塩バターリンゴテイクアウトだとお一つ税込み385円です。い、はい、こちらロシアのスープボルシチと合わせて食べるのがおすすめなので。お、なるほどなるほど、はい、お店にはボルシチもあるので、はい、北海道産のビーツなどオール北海道野菜、塩しか使わないシンプルなスープということで、うん、どんな味にも合うかなと思います。ぴったりです。ボルシチも私大好きですよ。あ、ぜひぜひ組み合わせて函館に、はい、ね、北海道のビーツも美味しいんですよね。そうですよね、うん、はい、4月にリニューアルして物語の詰まった新しい部屋もあって、お店の中でゆっくり楽しめるということで、あら、はい、隣にギャラリーも併設しているそうなので、うん、まあ、食べるのも楽しめたり見るのも楽しめたりという
いろんな楽しみ方ができるかと思います。そうですか。はい、はい、いや美味しかったです。丸玉小屋の焼きピロシキ塩バターリンゴ、だから焼きピロシキっていうのがまあ本場では、はいはい、通常というか、そうですね、はい、なんですね。ちょっと勉強にもなりました。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。来週もお越しをお待ちしております。今週頑張った自分へのご褒美、そして週末に向けてのエネルギーチャージ、これで完了。ホットビートカフェではあなたにとってのとっておきのご褒美スイーツ、お菓子を教えてほしいそうだ。マスターのお眼鏡にかなえば取り寄せてメニューになるらしい。グッドアットマーク hbc.co.jp まで。来週はどんなご褒美が食べられるのか楽しみだ。